皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今回はですね、橋本環奈さんが、衝撃のスキンヘッドということでトレンドに入っています。で、橋本環奈さんのスキンヘッドがですね、24日、公開されたということで、俳優の吉沢亮さんが主演する映画ブラックナイトパレードで、役柄こういうシーンがあると、スキンヘッドのシーンがあるということで披露しているということで、映画化の時からですね、原作のファンの間で、あのスキンヘッドのシーンはあるのかと、噂になっていたシーンだということで、23日に行われた舞台挨拶の際に、橋本環奈さんはですね、スキンヘッドのシーンについて、皆さん見たんですもんね、私の秘密をと、私の髪の毛が長いので2時間かけて、ベタベタにして、小さく詰めて作ると、だからそのスキンヘッド姿にするのに2時間かかったということで、スキンヘッド姿の橋本環奈さんを見た、吉沢亮さんはですね、顔が本当に小さくて、こんな小さい人いるんだと思ったと、あまりの顔の小ささに、後ろが出っ張ってて若干エイリアンみたいになってましたということで話したということで、ツイッターとかね、SNS のコメントでも、なんでスキンヘッドにしてるのに、こんなに顔面偏差値が高いんだろうと、ずるいだろうみたいなコメントが結構多く見られてですね、だからスキンヘッドにしたことによって、よりね、顔の小ささとか、その髪の毛で隠れてないその目が大きいとかね、その顔の偏差値の顔面偏差値みたいなね、より際立つということで、なんか変だなっていうコメントじゃなくて、より可愛さが伝わるということになったかなと思います。今回はですね、橋本環奈さんが、スキンヘッド姿を公開ということで、こちらを紹介させていただきました。よかったらですね、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクあるので、フォローしていただいて、で、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。